everyone. We are going to cook Akashi Yaki today. It's a regional dish of Akashi, Hyogo. Akashi Yaki has a history of 160 years. It is a light meal using egg, flour, and octopus. It is similar to takoyaki, but Akashi Yaki is the origin of takoyaki. The octopus caught in the Akashi Strait is mainly used for Akashi Yaki.Akashi Yaki got the first place in the B1 Local Food Contest in 2016. Akashi Yaki の材料です。タコ、卵、三つ葉、だし、浮き粉、それに小麦粉です。まず小麦粉 60g をふるいにかけます。よくふるって塊がないようにします。そこに一つまみの塩を入れます。おだし 400ml を加えます。よくかき混ぜておきます。浮き粉 20g を加えます。浮き粉は小麦粉から生麩を作った後のでんぷんの粉です。グルテンを含まず明石焼きの生地や和菓子の材料に使われます。卵3個を割っておきます。よくかき混ぜておきます。生地に卵を多く入れるところが明石焼きの特徴です。よくかき混ぜた卵を加えます。そして生地を30分ほど冷蔵庫に休ませておきます。明石焼きのつゆに入れる三つ葉を刻んでおきます。三つ葉はもともと日本に自生していた香草です。日本料理にはよく使われ、江戸時代から栽培されてきました。明石焼きに入れるタコを1センチ角に切ります。明石はタコが特産品でした。明石海峡のタコは美味しいと評判でした。タコの代わりにアナゴを入れる店もあります。でもタコを入れる食文化は独特ですね。ではまずたこ焼きプレートに油を塗ってなじませます。油を塗ったたこ焼きプレートをしっかり加熱しておきます。そして生地を入れるときは弱火にしてから入れます。明石焼きではたこ焼きと違って生地に卵が多く使われているので、たこ焼きよりも黄色い色に仕上がります。浮き粉を入れるのでふんわり柔らかい仕上がりになります。たこを一切れずつ入れていきます。今日は明石のたこがなかったので、北海道産の刺身用のたこを使いました。生地を追加して入れます。明石焼きは柔らかい生地の食感とタコの歯ごたえの両方が楽しめますね。地元では卵焼きと呼ばれて親しまれてきました。少し焼けてきたら回転して少し生地を追加します。生地を入れるための隙間を作ります。明石焼きの起源は江戸時代に遡ります。江戸や岩吉というかんざしを作る飾り職人がいました。岩吉は人工サンゴを小石と卵の白身で作りました。その時に余った卵の黄身とその道具を使って丸い卵を焼きました。それが明石焼きの始まりだそうです。では明石焼きを仕上げていきましょう。竹串を2本使ってぐるぐると回転させます。油が塗ってあるので焦げずに生地が剥がれていきます。大阪のたこ焼き屋さんは千枚通しで素早く回転させますね。やってみると結構面白いですよ。焼けたらお皿に取ります。たこ焼きに比べて生地が柔らかく
つゆに浸して食べるのが特徴です。明石焼きをつけるつゆを作ります。お出汁 300ml に小さじ1杯のお醤油と刻んだ三つ葉を入れます。さあできました。つゆに浸してどうぞ召し上がれ。夕焼けの港の見える丘の上、二人で食べる明石焼きかな。